明日みんなコラスとよかばってんね。土曜日、おんが骨なしトーローバー右あいかんねーって言うたったい。同級生だけん、俺も夕方市役所さん寄ってみたったい。親戚かだけ、今監督さんが名古屋出身だもんだけんたい。今度名古屋でもこう映画のあってったい。話は変わるばって、今週の土曜日はいよいよほ、桜町さん行ってかトークショーばせやんたい。だけ昨日兄ちゃんば借り寄らしたもん。コンチネンタルクリップってわかんね。なんかプードルのなんね、武者絵買っとたい。あ、ギャントギャント、昨日は母ちゃんの張り切ってか、ジニー兄ちゃんばコンチネンタルクリップで武者絵をすっけんって言ってか切り下ろしたもん。だーけん最近兄ちゃんな毛は伸ばし下ろしたった。今まで尻うっらしかっとはほ、ようしよったばってんたい。尻になんね、団子ばつけとんごたっとは、したこつあらっさんだったもん。さしよりほ、都会のステージに上がらやんけんたい。田舎犬来たってバカにされんごつ、うったっていかやーんっておもちかった。母ちゃんの今、切り下ろすとこったい。で、どぎゃんなったか、見せようか。このカット、これで合っとっとね。なんか、人間のシリンゴになったな。ああ、皆さん、こんにちは。ジーニーでーす。おかしりは、ムシャン用なったですか。ほら、自分でな、シリは見えんけんですね。さっきか、母ちゃんの笑いながら、わー、ええやんびゃなったーって言わすばってん。なこて、ええやんびゃなっとですか。おい、おかしりゃ、どぎゃんなっとや。おら、よーとわからんばってん。よかんじゃにゃ？ピシャーっとなっとや。ほら、桜町院ステージ上さん上がらやんとに、まさか妙なシリン形になっとりゃせんでしょうね。外で見っと、どやんですか。おが後ろ姿はお菓子中ですか。まあ、母ちゃんが可愛かって言わすけん、間違いなかろ。ためならん話ばかしてごめんね。なら桜町で待っとっけ。まったね。朝こぎゃんしてカルチャーバー散歩しよったらた、後ろからバーニーって声かけられたもん。ほら格好ば見てか、マラソンガチ勢だろって思ったたい。そしたらな、格好だけてったい。